ブレイキングダウン10で溝口 COO 選手と対戦が決定している超10人ニキゴット選手ですが、朝倉未来 YouTube チャンネルで驚きの発言をしました。超10人ニキゴット選手は溝口 COO 選手を倒した後にニッケン君選手を倒して、なんとその後に飯田選手と対戦し勝利すると断言したのです。それに対して飯田さんは10人2期に狙われているのとアンサーを返していました。今ノリに乗って勢いのある超10人2期ゴッド選手ですが、飯田さんと対戦して勝利することはできるのでしょうか。この対戦どのような世界戦になるのか楽しみです。